はい、皆さんこんにちは。遊び屋こいのぼりです。今回はね、1月17日17時から行われる、アップデートについてねお話しさせていただきたいと思います。そして大事なことをね、解説させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。こちらの確認方法なのですが、右上のお触れ書きをタップしまして、すべてアップデートのところで確認することが可能でございます。はい、それでは行きたいと思います。はい、冒頭に触れたように、作業時間は2023年1月17日火曜日、夕方ね、17時からの予定でございます。状況によって変更いたします。はい、そしてね、じゃあ1番からいきましょう。アップデート内容につきまして、1限定イベントの逆襲お尋ね者開催ということでございまして、こちらイベント期間は2023年1月18日16時から2023年1月31日13時からというふうになっております。こちらの方はね、式神ムクロというものが、まあね、お尋ね者の中に、まあね、あの普段のお尋ね者で参加することによって、こちらの手配書を獲得することができます。なのでね、ぜひ皆さんね、手配書を、どんどん使って逆襲のお尋ね者に、参加できる手配書を獲得してみてください。こちらの方ね、まああのこちらですね、お尋ね者の、退院報酬回数を上限を超えた時に、どうなるのかっていうのがちょっと気になりますが、そちらの方はね特に明記がないので、基本的には、お尋ね者をこちらがね、あの挑戦することによって、獲得することができるんじゃないかなというふうに思っております。上限は関係ないんじゃないかなというふうに今は考えております。そしてね、イベント専用アイテムがその際に獲得できまして、期間限定商店で、アイテムと交換することが可能ということです。ここでね、紋石とか、まあ、あの銭だったりとか、まあ、いろいろね獲得できる覚醒石だったりもらえると思います。最高難易度の S+9 悪魔逆襲お尋ね者という、悪夢逆襲お尋ね者ですね。こちらの方では、タイムアタックが解放されます。そしてね、ランキングに入ると限定アイコンなど様々な報酬が獲得できるということでございます。きっとね、結構強いと思います。はいS プラスなのでね、はい、ということでございまして、そちらのね限定アイコンを獲得するメリットなんですが、まあ、つけることもいいんですが、こちらの主要任務の方で町人さんになってきますと、アイコンを集めるというミッションが出てきますので、集めておくことによって人望を効率よく集められるというメリットがありますね。はい、それではね、次に行きたいと思います。深淵降臨というね、新武器確率アップのイベントが開催されます。こちらはね、この武器に関しましては、公式 YouTube 公式Twitter にてね、動画の方がアップされておりますので、忍者マストダイさんのチャンネルの方を確認いただけたらと思います。はい、イベント期間は2023年1月18日水曜日から水曜日16時から2023年2月8日水曜日の3時までということで、午前3時ということでございます。イベント内容としましては、深淵降臨が解放されて、そしてね、深淵の杖というのがね、確率アップで、武器として登場します。はい、そして、ね、2番目、深淵降臨イベント期間中は、こちらはね、キルイ村正の時と一緒で、180回引いたところで、天井が来ます。はい、天井が来た時点で次のガチャで 100% で、深淵の杖が手に入るということでございますね。180回以下は、基本的には、全体の SSR 武器の中の 30% ちょっとね特化した状態で、深淵の杖が、獲得できるということですね。はい、こちらの方ね、あとついでに確認してほしいんですが、召喚ポイントは、一度ね召喚した時点でゼロになりますので、
そこはねご理解いただけたらと思います。そしてね深淵降臨で SSR 武器が召喚されなかった場合は次回の、ね、期間限定武器イベントでその回数が継承することができるということですので、まあね、ちょっと試しに引いてみるかっていう感じで、まあ、30回引きました、引けなかったです、期間が終わっちゃいましたってなったら次のガチャは150回で天井が来るということですね。はい、まあ無駄にはならないということでございますね。はい、まあ、基本的にガチャをすることは一切無駄ではないのでね、ぜひぜひこちらの方興味ある方は引いてみてください。そして金鍵宝庫と共有はされませんということでございますので、こちらの方はねご理解いただけたらと思います。深淵降臨は白金の鍵と勾玉で召喚できるので、こちらの方もねご理解いただけたらと思います。金の鍵は使用できませんので必然的にね使えませんので、そちらはねよろしくお願いいたします。期間限定召喚イベントで召喚されなかった回数は、金影宝庫と共有されませんということでございますので、こちらの方もね金影宝庫の方は、PT は獲得できないということでねそちらもご理解いただけたらと思います。はい、それではね3番深淵の杖のお試しステージというのを開放します。こちらはね2023年1月18日16時から2023年2月8日水曜日、午前3時までということでございます。はい、こちらの方はね、まあ、イベントステージ指定されたステージを挑戦することによって、まあ、その深淵の杖をね試すことができると、その際にステージをクリアできると白金の鍵が、追加で獲得できるということでございまして、こちらの方ね、もし、新規ステージである場合、まあ、無傷でね獲得できる可能性もありますので積極的にその場合は参加していただけたらと思います。そして4番目アンケート調査のお願いということでございまして、メイン画面のね、こちらの、まあ、右上のところを、確認していただけたらアンケートのお願いっていうのが出ますので、そちらの方をタップしていただきアンケートに答えていただくと、それぞれね忍者さん漏れなく300の勾玉が獲得できるということでございます。こちらの方もね、目立つ、バラになってると思いますんで、よろしくお願いいたします。私の方でもね、モデレーターをさせていただいておりますので、動画のねコメントなどに、希望とかね、これから、バグとか、もしね、ありましたらおっしゃっていただけたらと思います。もしバグ報告の場合は、絶対にやっていただきたいんですが、私のこのアカウント例えば見たとしてこの UID っていうのが右の承認の横にコピーできるところがあります。 ID ですね、ユーザー ID ですね、そこをコピーしていくとコピーできますのでそれも一緒に、まあ、バグ報告をいただけることをしていただけると対応が早くなります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、こちらのね、アンケートの調査まで行きましたので次はね調整と最適化について説明させていただきたいと思います。家族合戦の方ねちょっとご理解いただけなかった方ともね結構多かったみたいでなのでね戦場の難易度説明の追加をしたいと思っております。はい、そしてルール画面のテキストレイアウトの調整見やすくなるということでございますね。はい、2番目設定画面にアクションクイックダッシュ機能の説明の追加をいたしますということでね、こちらの方ね 3V3 で超大切になりますゴキブリダッシュっていうね僕の方もねテクニック3選というかね勝ちを引きつける、まあ、3選という、まあ、動画を一応アップさせていただいておりますね。そちらの方にね触れておりますのでそちらを見ていただけたらありがたいでございます。はい、これのねクイックダッシュはね確実に使えますので、そちらの方も確認いただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。2月1日朝7時より 3V3 の、カードが追加されますということでございまして追加されるカードは金賞金血のちぎり一致団結護身法、脆弱全体ですかね。はい、ということでございましてこちらの方はね情報がまだね分かりませんので、直接確認していただけたらと思います。4、挑戦例ダッシュ機能開放ということでございまして挑戦例の最後の5日間で獲得できる毎日の試練ポイントが2倍になるということでございます。こちらの挑戦例の方の月間のところが対象になると思います。でこちらの方が、まあ、クリアできてない方
ー。